また、くだらんこと。いいからいいから。ピザ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 言ったぞ。じゃあここは肘だろ。かあ、つまんねえやつ。そこは膝って言うんだぞ。いや、肘だろ。肘だけど膝なんだよ。もういいよ、他のやつにかけてくるから。お前何しに来たんだよ。はい、パス。ピザって10回言ってみろよ。なんで。いいからいいから言ってみろって。もうピザ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 言ったよ。じゃあこれは。人間。怖っ、正解。なあ、ワットさん、ピザって10回言ってくれない。なんで。もういいけど。ピザ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 言ったわよ。じゃあここは膝。あ、違うわね、肘だったわ。やだ、私言ったら間違えちゃった。ありがとう、やっとまともな回答だ。な、泣いてる。ふう、おや、レイスが物思いにふけっているようですね。美しいですね。これこそがアートですね。あいつもああやって黙ってれば綺麗なのにな。ふう、昨日何食べたか全く覚えてないわ。いや、そしたらさ、店員。ふう、親をワットソンも何か考え事をしてるようですね。いや、可愛いな。可愛いやつが物思いにふけてると儚げでいいよな。何か難しいことでも考えているんでしょうね。ふう、今日ビッグマック5個食べよ。わからなくて。うわ、老婆もなんか考えてるぞ。色っぽいな。表情も相まって儚げでとってもアートですね。一体何を考えているんでしょうか。今度は水素水を売ろうかしら。わー、バルキリー、あれはさすがに何も考えていなそうですね。ああいうやつが意外と物事しっかり考えてんだぞ。おお、勉強になります。わー、ごめん、俺の間違いだったわ。5億年ぶりに服を買ったな。服屋の店員が話しかけてきて怖かったが、無事服を買えてよかった。少しは爽やかになったんじゃないか。クリプトー。お、なんだ今日おしゃれじゃねえか。お前らか、驚かせるなよ。いや、とってもおしゃれでかっこいいじゃねえか。ああ、すっげえ似合ってるぞ。そうか、自分でも気に入ってるんだ。いや、似合うじゃねえか。そうか?あいつが言う限り俺はかっこいいらしいからな。いやー、隠れイケメンも困ったもんだ。ほら、そこの女子レジェンドたちも俺のこと噂してるぞ。モテる男は辛いぜ。あの、クリプト?来た!ワットさんだ!なんだその顔、告白されるのか俺。ちょっと、言いづらいんだけど。来た!告白だ!服にシールがついて。しまった!服のサイズシール剥がし忘れてたが。でも大丈夫だ。今日は俺かっこいいし、ギャップ萌えっていうことで許されるだろう。ああ、すまない。ありがとう。はい、これついてたわよ。わっ、あいつら!サボりたい!でもサボることを許さないあの二人に通用する言い訳ってなんだろうな。よし、じゃあこうしようぜ。明日試合出る前、一人一人言い訳考えてあの二人に行ってみようぜ。誰かしら休めるかもしれねえ。いいね、いいね。よし、やってるぞ。なに?試合休みたいって?なんでよ。いや、実はさ、昨日から腹壊しちまって。嘘つかないの?あんた朝からアイス5本も食べてたでしょ?却下。じゃダメか!僕は持病の腰痛が。そんなもんネジちゃんと締めれば治るわよ。却下。ちゃんと締めてきなさい。ランパッド、ドライバーちょうだい。何言ってるかわかんないから却下。あんたミラージュ?いや、ちょっとレースにボコボコにされちゃってさ、これじゃ試合出られないよな。そうね。あんたはちゃんとゆっくり休んできなさい。やったぜ、オクタ、俺休めたぞ。やっほー。お前それでいいのか。イエーイ、ピースピース。いや、ピース見えねえよ。なあ、見ろ見ろ、レムラント、お前もやってるこのゲームで SS レア当たったぞ。羨ましいだろ。私は弱るわってたぜ。うわ、うってマウントかや。決勝。ああ、今日射撃訓練場で練習できなかったから試合で最下位になっちゃったわ。
私は練習しなくても18位に入れたぞ。はいはい、すごいすごい。私もあんたも底辺ってわけね。ばっ。あー、今日寝てないわ。2時間しか寝てない。眠いわ。ほんと研究に夢中になってたら睡眠って忘れちゃうのよね。あー、眠い眠い。私は30分だわ。あー、眠いわ。眠くて何も聞こえない。あなたの言ってること一言も聞こえない。眠いわ。今日ふっとうんこ出た。やったー。私は、布団の日本だ。